はーい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこんな感じ。なんかナットレイ入りとの勝率が対戦と、ラットレイ入りとのチームとの対戦成績があんま良くない気がするんだよな。確かにうちのチーム炎技打てるのがバンギラス、ラティオスっているんだけども、本来ラットレイにあんま強くないポケモンたちですからね、こいつらって。どうしよっかな。ランドロスから入りつつ、カプレヒレは欲しい。ラストはサンダーかな。これでまた炎技打てるやつ出さなくて済むやつじゃない。いやでもいいだろうな、これで。はーい、対戦よろしくお願いします。いいだろうなっていうのは、結構ランドが剣の矢を詰める展開があるんじゃないかと勝手に思ってるんだけど、ちょっとだって多分だけどレジエデキがだろう、エースバーンだった。まあいいや。これヤンキー剣舞したら、いやもうヤンキーってほどでもないから、威嚇入ってるしな。ここは交換の可能性が高いし、やるか。一気に試合決めに行きたい、こういう相手は。ナットレイに引いてきたらバクのアドンゴだし、ランドに引いてくる点がトンボ、オッケーオッケー。まあこれは交換みたいな、交換みたいなものなので悪くはない。剣舞積んだランドロス相当きついだろ、相手。ポリゴン2が出てきた場合、でも大アースを押して速防上げて、なんとかするというのはありかもしれないな。最近なんかアイアンテールポリゴン2とか多いし。トレースか。どうしよっかな、ここは。なんか無理して突っ張るような場面でもないような気がするけど、突っ張ってもいいと、なんか本能が告げてる。突っ張るか。ダイジェット、正直この後レヒレを素出ししても多分なんとかなる気がするから、オランドで荒らすだけ荒らして、カプレヒレに瞑想鉄壁貼ってもらってでいいんじゃないかなって気がしましたね。レジエレキは初手に出てこなかったらいないかなって思ってるんで、ラストナットレイとかレキレとかこの辺じゃないですかね。ダイジェット、そもそもこれポリゴン2さすがに耐えるか、ギリギリだな。でもイカ様だったらまだいいけど、自己サイド、おっとそれは追いついてないんじゃないか。いや追いついてないよなこれ、明らかに。じゃあ遠慮なくダイジェットでダイマックスして殴ってくるけど、そのダイマックスは後手のダイマックスなんで、最悪ポリゴン2にダイマックス切らせれば悪くないですね。これ嫌なのはポリゴン2にランドのダイマックスをいなされて、で相手の裏のエースがダイマックスって展開が最悪だったんだけど、ポリゴン2がダイマックスする分にはそんな問題じゃないので、自己再生もできなくなるし、ダイアイスを持ってるかどうかだな。ダイアイスはレイビーを採用してるかどうか。でダイジェット、この次は大変な、え落ちるの、急所かさすがに。やったおいランドロス、お前こいつやるわ。ちょっとこの色違いランド、なんか新人特有のビビりとかが一切ないわ。すげえ堂々としてる。俺がこのチームを引っ張っていくんだっていう、なんかその意志を感じるわ。感動したわランドロス、お前のその心意気に。やっぱな、俺の相棒お前しかいねえよ本当。でエースバーもカモなんでどうでもいいでしょ。ナットレイ、オッケー。相手はもうダイマックスも使えないんで、これはかなり有利なはず。同じだよね威力だから、ダイジェットでいいな。ナットレイなら耐えてきそうな。お完全なズルでしたからね。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこんな感じ。ウオドラゴンマジで多いよな。今回もレヒレが良さそうだけど、顎がさすがに分が悪い。
ランドレヒレが一番良さそうか。ランドレヒレでいって顎にあんま弱くないやつ、かつポロニキだと噛みつゆきがちょいきついんで、バンギラスか。じゃあバンギラスダメだな。バンギは噛みつゆきに強くないって言っても対面だったら勝てるか。あーでもあれがある聖剣があるからな、微妙ですね。まあ幅広くやれそうなのはサンダーかな。はい、はーい、対戦よろしくお願いします。さてさて、顎をどう止めるかにかかりそうだけど、この試合は顎から来たか。 OK、 初手の顎は悪くない、悪くないどころか、これ一気に試合決められる可能性まであるか。まあここ大ドラグーンとか飛んできかねない対面ではあるから、あ脱出パック、え脱出パックって威嚇で発動すんの、知らなかった流星群とか押してあれ引くやつだよね。でもこれちょっと嫌だな。なるほどね、そんな逃げ方があんのか、天才じゃん。これ蜂の木とか持たれてるとやべえんだよな普通に。今蜂巻きはありえるな。でミストメーカーを貼ってエラ紙、はい、ハチマキではないけど、まあなんかゴリ押してきそうな感じもするぐらいのダメージは入ってる。まあ顎は耐久低いんでドレインキスでもまあまあ回復できるでしょう。瞑想積みたいとこだけどエラ紙連打の場合がちょいきついんでね。あとは紙剣交換とか顎か。オッケー、顎はとりあえずいい。でドレインキスでちょっと回復して、ちょっとというかまあまあ回復できるな。ダイマックスしてもいいな正直。ダイマックスするか。こうランドロス読みの悪巧みと、まあ、脱出パックだからなんか違うような方な気もするけど、ランドロス読みの悪巧みとかが来ると本当に一気に試合決められる可能性があるから、このリスク管理はしたいところ。幸いだけど大ヘドロはパワーがあんまないからね。そして相手はダイマックスをしてないので、ここは普通にヘドロウェーブとか押してくるかワルダ組んでくるかのどっちかは。やっぱそうだよな、ここ安易な効果はしない方がいいと思ったんだわ。これで倒せればいいけど、どうだ、倒せないかな。倒せ、全然ダメ。やっぱな、技威力が低いですからね。ただカプリヒレちゃんの耐久なんで、まあ多分耐えられるんじゃないかな。ダイマックス多分して、あ、してくんのここダイマックス、マジ。でもあれか、ダイマックスやったらこっち側から倒せ、いや多分倒せそうな気がするな、この HP は。大毒はあんまりパワーが出ないので、多分レヒレの耐久だったら耐えられると思うんだよね。悪だけに積まれたつもりとか多分耐えるだろう本当に。赤バーまで持っていかれるかもしれないけど、あーやっぱそうだな、予想通りのダメージ。でもこれウオノラゴンがきつくなったか。ウオノラゴンがきつい、ついけど全然無理ってほどではないっすね。威嚇を入れて、いやランドで威嚇を入れる動きでいいと思うんだよね、ウオナラゴンに対しては。ラストが分かんないけど、威嚇を入れサンダーを出しオーデンマヒを狙うみたいな感じでいいと思うんだよな。あ、てか今のとこ大ボールでよかった、やべえしくった。ちょっとでも回復するために大ボールでよかった、完全なプレミじゃん。大ボールしない理由がなかったもん今のところ。しない理由は考えればあるけど、普通にカジュアルにプレイしてた一番良くないやつ。
で、ここはサンタ。破裂するよりかは放電でのがいいと思うけどな。まあ一応だけど、ウドラゴンより速い可能性もあるしね、サンダーが。まあでも、ハチムキじゃないっぽいってことはスカーフだと思うんだよな。引いてきた、まあ、威嚇解除に来ましたね。バンギラスか。まあこれは悪くないかな。とりあえず、サンダー、放電麻痺を狙ってバンギラスの。で、レキレイがバンギの前で鉄壁を積むのが、一番チャンスがあると思う。で、ドレインキスで、あんまりバンギの HP 減らしすぎるとやばいんだな、そういう意味では。麻痺ってくれ、よし、麻痺った。ロックブラスト、はい。これ3回当たっていいぞ。うん、まあきついんですけど、レヒレこっから勝つとしたら鉄壁積んでドレインキースで回復してリオナラゴの技を耐えるようにするっていうのが理想なので、1回ぐらいは相手の行動がバグってくれないと、1回ぐらいっていうかここか、ここでバグってくれればチャンスがあるか。仮にバグらなくても、あの岩技だったらかわしもあるし、ロックブラストだからな、2回ヒットとかであれば問題ないかもしれないしね。結構チャンスはあると思う。あのウドラゴン馬鹿力ではなかったから、本当に鉄壁積んだレヒレは HP がわずかだとしても結構きついはず。いきなり急所かよ。おい。まあ仕方ないね、これは結構薄い勝ち筋だったんで。対戦ありがとうございました。